ベスコリーグに部前に接す岡山ユナゴービルプレスオルカ鴨川 FC 両チームの選手がフェアプレーフラッグ審判団を先頭に入場いたします。3月21日のマッチによりまして小田環奈選手がクレバスなでしこリーグ通算100試合出場を達成いたしました。ここで小田環奈選手に松本農家の人より記念のお米の贈呈が行われます。小田環奈選手前にお進みください。プレゼンターは小田選手のお母様です。小田環奈選手に改めて大きな拍手をお送りください。